チェルトナム競馬場、チェルトナム競馬場は、イギリスのグロスタシャー、チェルトナムにある競馬場、エエントリー競馬場と並び、イギリスの障害競争の中心地である。障害競争専門の競馬場であり、毎年3月に4日間にわたって開催される、チェルトナムフェスティバルが特に有名である。それ以外の7開催もそれぞれに、固有の名称があり、ショーケース、 オープンインターナショナルニューイヤーズデーフェスティバルトライアル、エイプリルミーティングハンターチェイスイブニングと呼ばれ、10月から5月にかけて年間16日開催される。1815年に初めて平地競争の開催がノッティンガムヒルで行われ、1831年より障害競争が行われるようになった。創設以来、 何度か開催場所を変更した後1 8 9 8年より現在の位置に移された。メインコースはオールドコースとニューコースに分かれており、開催日によって使用するコースを変更する。直線が上り坂のタフなコース体系で、特にニューコースでのスティープルチェイスでは勝負どころに下り坂中の障害があり難所となっている。同コースの2マイルのハードル線は、 障害物の多くがレース前半に位置しており、後半7波論では障害が2つしかないのも特徴である。また、メインコースの内側にクロスカントリーコースがあり、池垣やバンクなどの障害が置かれている。ここでは、クロスカントリーチェイスなど、年間3競争のみが行われる。2008年のオープン開催でのクロスカントリーでは、第 B、ラッセル機種が、 ルールの盲点をつくショートカットをして、単勝29倍の基乗馬を優勝に導いた。ありがとうございます。